この仕入れ税額控除をするためにインボイスが必要になってくるということなんですね。まあ、ある意味では仕事ある時だけお金払って、仕事ない時は1円も払わなくていいということで、まあ、いいように使ってきたわけですね、ゼネコンさんは。なので、まあ、今免税事業者でね、事業されてる方、今慌てて登録するっていうことは、まあ、しなくていいんじゃないかなと、まあ、個人的には思います。どうも、いつの沢翔です。今日はですね、最近視聴者の方から一番と言っていいぐらい問い合わせをいただいているですね、インボイス制度についてお話ししていきたいなというふうに思います。正直ですね、消費税の制度自体がね、ちょっと難しい、わけわからんという方も非常に多くてですね、その先にあるインボイスなんてもっとよくわからんと、もう全くわからんという方も多いと思いますので、ちょっとね、わかりやすくね、今日は消費税の仕組みからですね、インボイス制度について解説していきたいなというふうに思います。そしてね、問い合わせ内容で一番多いのがですね、現在、免税事業者になられている方ですね。この方がですね、このインボイス事業者として登録した方がいいのか、まあ、こういう問い合わせが非常に多いんですね。まあ、これについてですね、解説していきたいと思います。まあ、結論を先に言っちゃうとですね、登録しなくていいですという話なんですけど、その理由についてね、お話ししていきたいなというふうに思います。多分ね、意味が分かってないと登録しなくていいと言われてもですね、いやとはいえ怖いとかっていうのがあると思いますので、ちゃんとね、意味をお伝えした上で登録しなくていい理由をね、解説していきたいなというふうに思います。本題に入る前にですね、一点だけ告知をさせてください。弊社ではですね、まだまだ一緒に働いていただける仲間を大募集中でございます。公認会計士、税理士、資格持ってる方大歓迎。資格持ってなくてもですね、簿記2級以上の、資格持ってる方ですね、税務顧問業務のね、サポートをしていただける方なんかも大歓迎ですので、ぜひね、応募お待ちしております。弊社が使っているね、TKC という会計システム使ったことあるよっていう方なんかもですね、即戦力として活躍できるかなというふうに思いますので、ぜひね、ご応募お待ちしております。そんなにね、弊社、難しい条件とは設けているわけではないんですけれども、一点だけね、常識のある方でお願いしたいなというところとですね、あとは、まあ、条件面とかね、そういったことをよりもですね、弊社のビジョンに共感してくれる方にぜひ来ていただきたいなと、一緒にね楽しく将来ね、夢ビジョンを実現していきたいなというふうに思っております。まあ、今はね、この動画だとあまり伝わらないかなと思うんですけど、まあ狭くてね、何の変哲もない事務所でやっているんですけれども、まあ2026年3年後にはですね、自社ビル作って、自社のねオフィスもかっこいいオフィスにして、働くのが楽しくなるような場所でね、仕事をできる環境を整えていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひねそれを一緒に作っていきましょうということをね、楽しんでねいただける方に来ていただきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、本題の方に移っていきたいと思います。インボイス制度についてそもそもね完璧に理解してますよっていう方どのぐらいいらっしゃいますか。多分ほとんどの方ね、あんまりよくわからんという方多いと思うんですね。ネットとかで調べてもよくわかんないし、なんか元受け先から、インボイス登録してますかとか、いろんな通知来るけど、これ登録しなきゃまずいのかなとかって思われてる方も多いですよね。これ登録しないと契約打ち切られちゃうのかなとかって考えてる方多いと思うんですね。でこの仕組みよくわかんないんだけど、まあなんか増税だなんだって騒いでる人がいっぱいいるので、これは単なる増税だとか言ってね、そこに乗っかって訳も分からず騒いでたりっていう方もねいるかもしれないんですけど、こういう方が一番損することになりますので、ちゃんと意味を理解しましょうということですね。実はそんなに難しくないですというところなので、今日はねできる限りね分かりやすくお伝えしていければなというふうに思っておりますので、ぜひね最後まで聞いていただきたいなというふうに思います。でこのインボイス制度について理解するためにはですね、まず消費税の仕組みを理解してないと話にならんというところがありますので、消費税の仕組みをねまず簡単に説明させていただきます。まあ、正直ベースで言うとですね、この消費税の仕組みの話するの非常に気が重いんですね。まあ、消費税自体がそもそも悪法だという話がありまして、まあね、個人的にはですね、消費税廃止してもらいたいぐらいなんですけれども、まあそれ言ってても仕方ないので説明していきますけれども、やっぱりですね、消費税、ここの話をするとですね、いろんなですね、文句を私に言ってくる人が湧いてきたりするので、ちょっとね、私に言われてもというところではあるんですけども、仕組みについてお話ししていきます。今日の話のですね、中心になってくるのは、免税事業者の方だと思う。課税事業者にすでになられている方、消費税をもうすでに納めてますよっていう方は、インボイス制度に登録するしないという判断する必要ないので、基本的に登録すればいいだけなので、今回ですね、免税事業者の方があえてね課税事業者になってインボイス制度登録する必要があるのか、まあこれが気になってると思いますので、まあ、免税事業者の方を前提にその規模でちょっと話していこうと思うんですけども、まずですね、はい、売上がありますと、まあ、話を分かりやすくするためにこれ万円単位で、書いていきますね。はい、じゃあ売上770万円という会社、まあ個人事業をやってる方がいたとしますよね。はい、じゃあ仮に仕入れ330万、その他の経費が全部で110万かかってるとしますよね。そうすると、はい、足し引きすると利益330万ですよねと。はい、まあこういう、個人事業主がいたとしますよね。はい、でこれそれぞれ税込みの金額ですと、売上770万には消費税も入った金額で入ってますと。じゃあ消費税はこのうちどうなってるかというと、770万のうち、まあ、70万は消費税ですよね。で仕入れの330万のうち、30万は消費税ですよねと。経費の110万のうち10万円は消費税ですよねと。
で、消費税ってどういう仕組みかっていうとですね、お客様から770万売り上げありましたよね。で、実際には税抜き金額700万が本来の売り上げで、まあ、プラス70万っていうのはお客さんが消費税預かっているという金額になっているわけですね。はい。で、まあ、さっきなんでこの話すると気が重いかっていうと、これ預かってるっていうとですね、まあ、多分令和新選組支持者の方かなと思うんですけれども、消費税は預かり税じゃないとかっていうね、論点と関係ない話でですね、なんか攻撃始める方がいるので、ちょっとこの話あんましたくないんですけど、まあ、会計の仕組み上は、70万円は、まあ、お客さんから預かっているという立て付けになります。仮受け消費税っていう形で処理していくので、まあ、会計上は預かっていると言わせてくださいと。そこに関しての話は今議論するところじゃないので、受け付けませんと。コメントで、消費税は預かり税じゃないとかっていうコメントされたら即ブロックしますので、まあ、そこの話はちょっと今日はしませんということですね。はい。説明の便宜上預かりと言わせてください。まあ、70万お客さんから預かっていますと。で、仕入れをするときに30万ね、仕入れ先に消費税払ってますよね。この預かった消費税から仕入れ先に払った30万マイナスします。で、経費も110万払ってる。経費の支払い先に払った消費税の10万円もマイナスします。そうすると、差し引きで30万消費税、まあ、預かっている。そんな状態になりますよね。これを税務署に、まあ、納税すると。ということになるわけですね。ただ免税事業者の場合はこの消費税の申告納税必要ないので、ここの計算する必要ないんですね。まあ、330万円が全額利益ということになるんですけど、これ課税事業者になってしまうとどうなるかっていうと、30万円消費税を納めなきゃいけない、利益は300万円に減りますということで、まあ、税金が30万税負担が30万増えるということで、まあ、これで増税とかって言ってるんじゃないかなというふうに思います。で、このね、本来であれば免税事業者、まあ、要は免税事業者ってどういう事業者かって、売上が1000万円いかない、平たく言うとね、売上が1000万円いかないような事業者の方ですね。その方たちは消費税の申告納税っていうのが免除されているわけですね。なのでこの計算をそもそも行う必要がないということですね。まあ、そうなっている方なんですけど、例えばですね、これが一人親方、まあ、ゼネコンとかね、大きい建設会社から仕事を請け負っている一人親方だとしますよね。まあ、そういう方からの質問が結構多かったりするんですよ。で、こういう方はね、元請け先のゼネコンさんとかからですね、インボイス制度登録しましたか、登録番号教えてくださいとかっていう通知が来るわけですね。そうすると、なんか登録しなきゃいけないのか、登録しなきゃ仕事切られちゃうんじゃないかなって心配になってるわけですね。で、結論から言うと、最初に言った通り登録しなくていいですということなんですね。もうしませんと言ってくださいと。うちは免税事業者なのでインボイス登録しませんと、その元請け先に言えばいいだけなんですね。これ通知来たら必ず登録しなきゃいけないかっていう、そんなこと書いてないと思うので、しませんと、インボイス登録事業者じゃないですと言ってくれればそれでいいんですということなんですね。はい。じゃあそれをすると、もし登録しないとどういう影響があるかってことなんですけど、まあ、登録した場合ね、この免税事業者さんが30万損しますよという話なんですね。じゃあ登録しなかったらどうなるか。今度はですね、この人の得意先である、まあ、ゼネコン、はい、得意先である大手のゼネコン、こっちが損しますよという話になってきます。はい。じゃあこのゼネコンさん、例えば同じようにですね、売上5500万あったとします。まあ、こんなちっちゃいゼネコンないですけれども、まあ、便宜上ね、5500万売上があったとしますと。はい。仕入れ3300万。まあ、その他経費ちょっと除きましょう。売上と仕入れだけ発生しますと。しますよね。はい。で、2200万、利益が出ますよという、こういうゼネコンさんがあったとしますよね。で、この人たちも消費税計算するわけですよね。はい。500万、得意先から預かって、で、仕入れ先に300万払うわけですね。なので、納税額はいくらかっていうと、500万から300万マイナスした200万。これが、納税が必要になってくる額っていうことですね。で、この500万から、仕入れ先とかね、その他外注先とかそういったところに払ったですね、経費、そこに含まれている消費税をマイナスする、この300万をマイナスすることを仕入れ税額控除と言います。仕入れ税額控除を覚えておいてください。この仕入れ税額控除をするためにインボイスが必要になってくるということなんですね。もうすでにわけわからんという方もいるかもしれないですけれども、まあ、この言葉を覚えなくていいですと。まあ、こう300万マイナスするためにインボイスが必要なんです。つまりですね、この仕入れ先がインボイスっていう、インボイスって要は請求書のことですね。このインボイスと呼ばれるものを発行してくれればですね、300万マイナスできるんですけど、もし仮にこの仕入れ先が全部インボイス登録事業者じゃなかった場合、この300万マイナスするっていうことができなくなって、そうするとこれがなくなるとどうなるかっていうと、500万消費税納税しなきゃいけなくなるということなんですよ。じゃあ仮にこの一人親方さんね、770万の売上、実はもう一社取引先一社だけです、このゼネコンさんだけが取引先ですってなった場合に、インボイス登録してなかったらどうなるかっていう話なんですけど、要はこの仕入れのね、3300万のうち770万はこの一人親方さんからの仕入れですと。で、この300万のうち70万の消費税に関してはこの一人親方さんからの仕入れにかかるものですと。そうするとですね、
この70万部分については仕入れ税額控除できないわけですね。この方がインボイス登録してなければインボイス発行できないので、70万円仕入れ税額控除できる金額が減るわけです。そうすると、まあ、ここが230万になって、納税額が270と、まあ、70万増えますよと、まあ、こういうことになるわけです。はい、じゃあそうするとね、ゼネコン相手得意先を70万損させることになるのかということなんですけれども、実はですね、このインボイス始まるにあたって10月から始まるんですけど、経過措置というものが設けられていまして、免税事業者からの仕入れであってもですね、3年間は8割は仕入れ税額控除を認めますよという特例が実はあります。なので実はですね、この70万円の8割56万ですねに関してはですね、免税事業者からの仕入れであっても実は仕入れ税額控除できますと、つまり230万じゃなくてプラス56万、286万円仕入れ税額控除できますよということなんですね。そうすると、消費税の納税額270万じゃなくて214万になりますよね。なので、まあ、ゼネコンさんの負担、まあ、14万増えますということなんですね。消費税だけの話で言うと、まあ、ちなみにですね、これ言うとまたややこしくなるんですけど、じゃあ仕入れ税額控除できなかった分の金額、この差額はどうなるのかっていう話なんですけど、その差額に関しては、まあ、仕入れの金額に加算されることになるので、今度ですね、法人税法上の経費になって法人税の負担が減るということにつながってきます。ではですね、14万円に関しては消費税引けなかったんですけど、14万経費が増えることになるんですね。その分経費が増えて利益が減るので、法人税の負担が若干減りますよということで、実際にはまあ10万円ぐらいの負担増ということになるんじゃないかなというふうに思います。まあそのぐらいはね、元請け先負担してよということではないかなと思います。それすら負担しないと、もうそうだったら契約切るなんて言ってくるところはですね、あんまりないんじゃないかなと正直思います。だってこれでね、これをすることによって、じゃあね、インボイス登録しなきゃ契約切りますよって言って、じゃあもうこの人たち一人親方さん食っていけないってなったら、仕事の振り先なくなるわけですね。そうするとこの人たちも廃業してね、もう雇われで働くしかないということになってくるとですね、結局このゼネコンさんがじゃあこの人を雇って仕事を回せるようにしていこうとかってなった場合ですよ、直接雇用した方が負担増えますからね。まあ、外注費として770万払っていた場合ですね、70万消費税ね、税額消費仕入れ税額控除でマイナスできたりするわけですけど、まあ、今度給与として同じ770万払ったら、まあ、それにプラス社会保険料の負担が増えたりとかですね、給与っていうのは消費税負担ないということになりますので、まあ、1円も仕入れ税額控除できないわけですね。まあ、ちょっとこの話をしていくと余計わけわかんなくなっていくかもしれないですけども、この一人親方さんを直接雇用して同じだけ額面で給与払いますってなったら、確実にこのゼネコンさん損するので、まあそのね、殺すようなことはしないんじゃないかなというふうに思います。しかもね、外注さんとして使っていた場合、仕事した時だけ払えばいいという形になるんですけど、従業員さんとして雇うと毎月毎月固定で給料払わなきゃいけなくなるので、まあある意味では仕事ある時だけお金払って、仕事ない時は1円も払わなくていいということで、まあいいように使ってきたわけですね、ゼネコンさんは。まあなので、なんかね、調子、今までうまい具合にいい感じで使ってきたんだから、それぐらいは飲んでよというところではないかなというふうに思います。まあこのインボイス制度自体がですね、正直問題だらけで、まあ我々税理士業界をはじめとしてですね、かなり反対勢力っていうのが大きいので、まあ本当にこれ導入してずっとやっていくんですかっていうのは疑問が残ります。まあ経過措置3年とかっていうのをね、設けたりして無理くりね、今年の10月に制度開始していこうとしているので、まあ始まるは始まるのかなと思うんですけど、このね、経過措置の3年っていうのもね、その時になったら、実際3年経つ頃になったら伸びるという話になるかもしれないですし、もうそもそもですね、これやってられんということになってインボイス廃止しようという話になるかもしれないですし、まあ先のことはね、ちょっとまだよくわからないという状況ではあります。なので、まあ今免税事業者でね、事業されてる方、一人親方さんなんかが今慌てて、インボイス登録しなきゃって言って登録するっていうことは、まあしなくていいんじゃないかなと、まあ個人的には思います。それじゃあ絶対契約切ります、仕事振りませんって言われて初めて、まあ登録するかどうかを検討すればいいんじゃないかなというふうに思います。まあなかなかそういうふうになるケースの方が少ないのではないかなと感じています。ただね、まあ最初の方でもお伝えしましたけど、もともと課税事業者、消費税申告納税してますという事業者の方は、これね、登録しないという選択肢考えられないので、登録してくださいね。やること変わんないので、インボイスを発行できるようになるっていうことになりますので、特に B2B ですね、事業者向けに事業をしているような方で、もともと課税事業者の方は、これ登録しない理由が全くないので、得意先に迷惑かけちゃうことになるので、絶対に登録してくださいというところかなというふうに思います。で、このインボイスのね、登録事業者になるのもね、当初3月末までに登録した人だけがですね、最初ね、10月1日始まった時からインボイスの登録事業者として動けますよみたいなことを言われてたんですけれども、まあ、結局はですね、9月末までですね、に登録すれば、初日からインボイスの登録事業者、発行事業者として、活動できますよということになっておりますので、まあ、焦って動かずですね、とりあえず登録しなくて様子見ということでいいのではないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日の話は以上になります。
になります。次回もねちょっとインボイスの話、まだまだね話足りないことがありますので、続けてやっていきたいなというふうに思いますので、ぜひね次回の動画も見ていただければなというふうに思います。まあ分かりやすくと言いながらですね、法人税との絡みとかっていうところをやっていくとなかなかね分かりづらくなっていっちゃうんですけど、まあ消費税のね単純なこの仕組みと、この仕入れ税額控除ができなくなるんですよという、それだけですよというところだけね押さえておいていただければ、怖いものじゃないじゃないかということが分かっていただけたのではないかなと思います。次回もね免税事業者の方で、特にですねもう送り先から言われてやむなく登録しちゃいましたっていう方に、ね、影響ある話なんかをね次回していこうと思いますので、ぜひね次回の動画も見ていただければなというふうに思います。この動画ねちょっとでも参考になったということであれば、チャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。